ジャンプ流電信ジャンプ流電信創作の現場から。はい、じゃあ先生よろしくお願いいたします。じゃあ早速仕事場の方をご案内いただきたいんですが、はい、あちらは、あ、はい、あれ前田泰孫ですね。これね、93年ぐらいにアニメの映画やったんですけど、それの宣伝用ですね。これね、中に人入れるんですよ。そのこのエリンとこからね覗けるんですけども、これ立ち上がったら3メートルぐらいになるんですよ。これたけしの なんだっけスポーツ大賞に出たことありますよこれね和風パスタなんですけど、あのろくでなしブルースの中にイタリアっていうレストランが出てくるんですけどね、僕いつもこればっか食べてたんですよ。でそこのご主人が亡くなって、あのお店がなくなった後にね、奥さんが僕にこのサンプルなんですけどこれくれたんですよ。ボクシング昔好きだったんですねなんかね、ロクデナスブルース終わったらあんまボクシング見なくなりましたね応接間でございます。応接間っていうほどでもないですね。この多少綺麗な部屋で手塚先生の本であったりとか、趣味のフィギュアであったりとかフィギュア好きですね。ヒーローとかそういうのじゃなくて実在の人が好きですね。これは小平次軍団の小平次が着てるマントなんですけど、ろくでなしブルースのね打ち上げの時に作ってもらって僕がこれを着て登場したっていう今でもたまには着たりとか着ませんやっぱり手塚先生いないと漫画家なってないっていうか、もう日本の漫画自体ないですからね。神様ですよ。読んでない本もいっぱいありますけど手塚賞の授賞式で、それで1回だけ、あ、2回か、その前は後ろ姿だけ見てましたね。僕が受賞席でこうやって座ってたら先生が前でこう挨拶してらしてて、後ろからこう見てただけなんですけど、あ、ズボンの丈が違うなと思って見てましたこっち短いとか思って見てました。その次は僕が連載持って何ヶ月か経った頃にこう、あ、手塚先生だと思ってこう握手してくださいって言ったら、先生がこう一生懸命こう手を拭いて喜んでこう握手してくださったんですよ。そしたら森田正則と申しますって言ったら、僕のこと覚えてくれてて、なんかあのバチ当たりロックを読んだことあるらしくって、あれ面白かったねとか言ってくれて、先生はね、なんか新人の作品とか結構頻繁にまめに読まれてるらしくて、その覚えてくれてたのがすごく嬉しかったですね。これはあのまあ買ったんですけどね買っていいんですかね、まあ虫プロの人に許可もらったんでいいと思いますけど、これは原画展行った時に売ってたやつなんでこれ大丈夫です先生の初期の三部作って呼ばれてるやつですね。こうロストワールドと来たるべき世界、メトロポリス、漫画道で知ったんですけどね、これは僕もいつか手に入れたいとか、中見れないですよ、こんな怖くて、怖くて見れないです。これなんかピリピリってきそうで怖いですよ。これ買うのが目標でしたからね。ちなみに何度も恐縮なんですか、はい、おいくらぐらいでしょうかこれはそうですね、まあ、全部でですけど全部で400万円ですね取っ払いで取っ払いでこれも絶対手に入らないですよ。もう赤塚先生と、これね多分 MO って書いてるんで、阿鼻子先生、阿鼻子元の もだと思うんですけどね、阿鼻子先生だと思いますね。こちらをどこで手に入れられたんですか漫だらけですねえ、漫画家がどんだけ漫だらけ言ってるんだって話ですけどねちょっとこういうの好きなんですね。僕のサインとかこの間1000円で売ってましたけどねこうなりたいですね。せめてビニールに入れられるようなぐらいになりたいですねこれが仕事場ですね。今アシスタントがいないんでこんな状態ですけど、連載中はこう、6人で、すごく忙しい時はここで助っ人の人来てもらってやりますねもうみんな長いし、
はっきり言って僕より上手いし、特に何か指示するほどのことでもないですね。もう任せた感じですね。皆さん長いんですか？長いですよ。もうベシャリはずっと最初からいる人ばっかりですね。だから短い人でも10年はいますね。長い方では？長い人だと20年ぐらいいるんですかね。ロクデナスブルースからずっといますからね。この辺大体僕の作品なんですけど、まあ一応保存している感じなんですけどね。みんなに一応こうコミックスは渡してあるんで、自分で持ってるものからこう参考にしてもらってるんですけど、なぜかここから撮ったりね、撮ったらちゃんと並べるよこんななってたりしますからね確かに今ずっと見ててすごく整頓されたお部屋というか作業場だなと思ったんですけども、それはね、あなたたちが来るからですちゃんと並べましたよ、ちゃんと一生懸命。ベシャリ暮らしが連載終了した時に記念に編集部が作ってくれたトロフィーなんですよ。こんな感じこんな感じ昔はね、よくこう作画中とかも CD とか聞いてて、こんなに溜まったんですけど、最近はね、もう仕事中は CD ほとんど聞かないですね。ラジオばっかりですかね。テレビを基本あんまり見る時間ないんで、ラジオとかテレビの音声だけとか、そう仕事しながらそういう情報を入れることにしてますね。だから CD 聞いててもあんまり情報にはなりませんからね。なるほど。これが僕の机です。ここで仕事してますね。これケンシロウですよ。これ僕がね、アシスタントの仕事してる時に一番褒められた背景なんですよ、この金月。あんま原先生に褒められないんですけどね、ガキの落書きじゃねえんだからって言われたことありますよ原先生はとにかく細かいとこまで手を抜かない人でしたからね。僕もなんか原先生はもう本当に絵が武器なんで、僕も何か自分の武器を身につけなきゃいけないと思って、とにかく表情にこだわろうと。僕はだからここにね、前に鏡があるんですけどね、このいつも鏡で自分の顔を見ながらこう描いたりしてますね。これね、加湿器なんですけど、これが湿度計で、40% ぐらい下がってくると、ここからこう湿気を出すようにしてますね。今使ってるこのインクがですね、結構乾燥するとすぐ乾いちゃうんですよ。でインクが出なくなっちゃうんで、ここからこわーっと手元だけこう湿らす感じでやってます。レタリングゾルっていうインクですね。ベタがすごい真っ黒に、墨のように真っ黒に塗れるインクで、耐水性があるんで、これでカラーもできますね。ペンはね、鉛筆はね、必ずこれ折るんですよ、ここ。こうやってね、こんな感じで折らないとなんか邪魔になってうまく描けないっていうか。ここのツボがね、眠気を覚ますツボなんですけどね、ここに当ててね、カチッってやるとね、ダッとこう電気が来てねたまにアシスタント仕事してると向こうからカチッって音が聞こえてくると思いますよこの長いのちょっと先っぽ切ってあるんですけどね、 G ペン、これは結構昔から、これもう何十年も使ってるやつですね。もうボロボロですけど、同じやつが欲しかったんですけども、これ製造してなくて、あと何番だったかがもう見えなくなってるんで買いようもないんですけどね枠線引くのとかは昔自分で書いてた時はロットリング使ってたんですけど、原先生のところでカブラペン使ってるんで、あ、これでいいんだと思って、僕も枠線とか集中線とかはこういう普通のカブラペン使ってますね。細かいとこはこう丸ペンも使えますね色塗る筆は、たくさんあるけど、この下のこう 赤くなってるやつ何なのかよく分かんないですけど、これ僕使いやすいんですよ、こういうやつ。メーカーとか見たことないですけど、下の赤いやつと思って買ってますこれがね、長さがちょうどいいし、硬さもちょうどいいです。
これは自分でこう撮影した背景とかの資料ですね。こうこれあのあれですね、ベシャリの中に出てきたラジオ局の資料ですね。これをコピー取って適当な大きさに合わせて、であの原稿用紙をこう透かしてちょうどいいところに合わせて、でこれで書いてって言って渡します。これ新宿駅ですけどこう何気なく写ってる人とかでも結構書くときに参考になったりしますしね。これは人物の資料で、僕自身をこう撮って、こう例えばこうこれとかこうカラオケを歌ってるシーンなんですけど、あ、例えばこれとかこのこんな感じのこんな感じですね。もっと外書いてあるんですけどね。これ服の質感とかやっぱり違ったりするんで、こういろいろそれに合った服に似てる質感の服に着替えてこう写真撮ったりしてますね。こうあの素材によってこうシワの入り方も違うんで、2,30 枚ぐらい撮れますかね。まあ、使わない写真がほとんどなんですけど、こう普通の立ちポーズとかでもこうズボンのシワであったり服のシワとかも結構重要なんで。阪神タイガースの田淵さんですね。ルーキーズは主人公側は阪神の選手の名前ばっかり使ってるんですけどね、なかなか田淵っていう名前使えなかったんですね。ちょっと好きすぎてどこで使っていいか分かんなくて、もう川藤のとこに田淵って付けなかった時点でもう田淵使えなかったですね、うん、僕の原稿なんですけど、あ、見せるほどのもんじゃないですよカラー原稿です ね、大したことないですねはい、これもこんな感じ、こんな感じ懐かしい。これうちね、こう裏全部こうセロテープで止めてるんだけど、これ全部一コマ一コマバラバラなんですよ。こう背景が大変そうなコマからこうやってもらって、最後にこうセロテープでこうつないで、だいたいね1話で100ピースから120ピースくらいになるんですけどね、たまに一コマ紛失したりして誰が持ってんだって、大概僕が持ってるんですけど背景結構時間かかるんで、もう本当にこんなコマとかでもどれくらい1日はかかりますからね。1日2日ぐらいかかったりすることもありますからね。こういうコマは先に背景を書いてから人物を入れるんですよ、うん、背景の下書きまで書いてもらってから僕が人物をペンまで入れて、で次にあの向こうでペン入れしてもらうと。これ僕書いたのここまでですからねあとアシスタント君が書いてくれてます。僕より上手いと僕よくあの絵が上手いとか言われますけどね、実は背景が上手いから人物が上手く見えるだけなんですよ。よく見たら全然大したことないですよ僕の絵はよく見てください。こうよくねこう裏からこう透かしてみたりするとね、あのデッサン狂ってるのとかよく分かったりするんですよ。こう分かりますかね。いや見ないでいいですけどねあの海外版出るじゃないですか、海外版って反対開きになってるじゃないですか、反対開きで反対向けに裏返しに印刷したりするんですよね。それで初めて出た時にわあこんな絵だったのかと思って、それで恥ずかしくって一生懸命裏から見ながら描いたりするようになりましたね。やっぱジャンプは少年誌の王者ですから、持ってる作品はみんな王様ですからね、それぐらい大変なことだと思います。僕があの漫画家になって一番後悔していることがですねありまして、こう漫画家になるためにこう漫画しか描いてこなかったと、だから何も知らない知識とかがそういうのがないんですね。高校卒業してすぐこの世界に入っちゃったっていうね。だから漫画を描くにはいろんな本を読んだり映画を見たり
とにかくいろんな人と触れ合って全然自分の今までなかった価値観みたいなものにそういうの触れ合って、情報っていうのかな、そういうのを増やして作品に説得力を持たせるようなね、自分自身もっとこう厚みのある人間にならないといけないと思うし、そのためにいろんなものを吸収してくださいと。だから漫画家になるために漫画を描くことだけしないでくださいと、そういうことを言いたいです。ジャンプ流体感カラー作画。じゃあすいません先生、作画の方をお願いしたいんですけども、あ、じゃあちょっと戦闘服に着替えますんで。はい、ですか。いきます。ほっ、こんな感じでちょっと戦闘機来ましたんで。一発で線が決まればいいんですけどね、こう何本も引くのは自信がないからなんですよ。
賞です。アマンももう完全に表情ですね。もうこれ表情がメインなんで、まあこの鏡見ながらなんですけど、お得意のポーズをやってる感じのこの表情がよくわかるように、もう何回もこんな表情を描いてるんで、そのまま別に何も見ないでも描けるだろうと思われそうなんですけども、やっぱり写真というか鏡は見ながら描きますね。こういう顔を描くときだったら、こう鏡見ながらこうで、こんな顔しながら描いてます。あ、どうですかね。原先生は確かにこう鏡前に置いておられましたけど、手もそうですね、こう右手を描くときはこう左手を鏡に映して、左手を描くときはこう見ながらとか、でも左手はこう限界があるんで、こう難しいから、こっち見ながら描いたりするんですけどね。なんですかね、原先生がそう描いてたからかもしれないですけど、この方がバランス取りやすいですね。うん、続いてペン入れの方をお願いしたいんですけど。ペン入れですか。はい、ペン入れはですね、ちょっとですね、あれですね、 NG ですね。ちょっと申し訳ないですけど、ちょっとすいません。ちょっと次色から見せますんで、ちょっと恥ずかしいんで。できました。お疲れ様です。はい、学ランも基本ベタでやるんで、もうこう細かいシワとかなしで、もう飛ばして描いちゃう感じですね。髪の毛の先とかももう最後筆ペンでやるんです。毛先とかは筆ペン任せな感じで適当に描いてます。カラーじゃなかったらもうちょっと描き込みますね。色で表現するとこあるんで、カラーじゃなかったら今はこの辺もっと描き込むんじゃないかな。さっき言ったのかな、なんかこういう下の赤い筆を使います。何なんでしょうね、僕にはこれが合ってます。これパレットはね、あの1枚ずつ剥がす、こうあの油のついてるみたいなやつです。これでこれパレットにします。まず肌を塗るんですけど、肌はね、僕こうこれ透明水彩のライトレッドっていう色を主に肌の色に使います。もう最初塗る場所決まってるんです。最初もここから塗るんです。
ローズマダーっていう色を使います。
タイソンの制服の裏地は緑なんですよ。ちょっとこうアクリルをちょっと使ってみます。髪の毛の下に、まあ、適当に下塗りで色をつけるだけなんですけど、まあ、これ適当ですよ。筆ペンで塗るんで、まあ、これくらいですね。どうやるのが正しいのかよくわかんないですけどね。僕いつものこうやってもボタボタボタってこうこれぐらいまでやっちゃうんですけどね。
ブロンズイエローですね。僕が最近あの背景とか塗るとき割とよく使う色ですね。このイエローを着たりと。ここに色が飛んじゃったのでこれを消すためにですね、これ透明水彩の上にアクリル絵の具が飛んじゃったので、透明水彩だけをこうなんか混ぜてもうまく消せないので、白を混ぜて似たような色を作って消します。できました。こんな感じですが、いかがでしょうか。画材はですね、僕は肌は、基本的に透明水彩絵の具を使いますね。ライトレッドっていう色と影のところがセピアですね。それを何回も塗り重ねていく感じですかね。失敗してもこう水で薄められるし、今筆ペンでこう塗りましたけど、もうちょっと時間かけてやるときはこう、あのアクリルの、僕はリキテックスを使ってるんですけど、リキテックスをこう塗り重ねてシワとか細かく描いていく感じですね。今日は昔描いてた描き方でこう下に下塗り塗って、上からこう筆ペンでこうもう勢いだけで描いていく感じをまた久しぶりにやってみました。基本 あんまり絵が上手くないんで、こうもうムラになったりするんで、もう簡単な画材の方がいいですね。シワはね、やっぱ慣れですね。こう手をどっちの方に動かすとどういう風にシワが引っ張れるかとか、もうそれはもう慣れしかないですね、きっと。なるべく薄い色のとこから塗りますね。この絵だと肌から塗って、肌のこう失敗しても良さそうなこの一番色の濃そうなとこからこう 薄塗りでだんだん濃くしていきます。で、顔塗って手塗って、これだと制服塗ってですかね。ジャンプ流実技漫画テクニック、第14回背景編砂。今回は背景として使用頻度の高い砂を点描で描いていこう。まずは下書き、全体のバランスを見ながら砂漠のあたりを描いていく。この時点描を入れる箇所に陰影を描いておくことがポイント。続いてペン入れ、まずはつけペンで砂漠の輪郭線を描いていこう。
続いて点描をミリペンで描いていく。インクが跳ねないように真上から打つことを心がけよう。ある程度点を入れた段階で下書きを消していく。再度点描を行い最終調整。全体のバランスを見て点を入れていこう。砂漠の絵が完成。点描を用いることで砂の質感を表現することができたぞ。また点描のテクニックを応用するとこのような月も描くことができるようになるので練習してみよう。ジャンプ流電信。ジャンプ流電信、創作の現場から。はい、じゃあ先生よろしくお願いいたします。じゃあ早速仕事場の方をご案内いただきたいんですが、はい、まずあちらは、あ、はい、あれ前田大尊ですね。これね、93年ぐらいにアニメの映画やったんですけど、それの宣伝用ですね。これね、中に人入れるんですよ。そのこの襟のとこからね覗けるんですけども、これ立ち上がったら3メートルぐらいになるんですよ。これたけしの なんだっけスポーツ大賞に出たことありますよこれね和風パスタなんですけど、あのろくでなしブルースの中にイタリアっていうレストランが出てくるんですけどね、僕いつもこればっか食べてたんですよ。でそこのご主人が亡くなって、あのお店がなくなった後にね、奥さんが僕にこのサンプルなんですけど、これくれたんですよ。ボクシング昔好きだったんですねなんかね、ロクデナシブルース終わったらあんまボクシング見なくなりましたね応接間でございます。応接間っていうほどでもないですね。この多少綺麗な部屋で手塚先生の本であったりとか、趣味のフィギュアであったりとかフィギュア好きですね。ヒーローとかそういうのじゃなくて実在の人が好きですね。これは小平次軍団の小平次が着てるマントなんですけど、ろくでなしブルースのね打ち上げの時に作ってもらって僕がこれを着て登場したっていう今でもたまには着たりとか着ませんやっぱり手塚先生いないと漫画家なってないっていうか、もう日本の漫画自体ないですからね。神様ですよ。読んでない本もいっぱいありますけど手塚賞の授賞式でそれで1回だけ、あ、2回か、その前は後ろ姿だけ見てましたね。僕が受賞席でこうやって座ってたら先生が前でこう挨拶してらしてて、後ろからこう見てただけなんですけど、あ、ズボンの丈が違うなと思って見てましたこっち短いとか思って見てました。その次は僕が連載持って何ヶ月か経った頃にこう、あ、手塚先生だと思ってこう握手してくださいって言ったら、先生がこう一生懸命こう手を拭いて喜んでこう握手してくださったんですよ。そしたら森田正則と申しますって言ったら、僕のこと覚えてくれてて、なんかあのバチ当たりロックを読んだことあるらしくって、あれ面白かったねとか言ってくれて、先生はねなんか新人の作品とか結構頻繁にまめに読まれてるらしくて、覚えてくれてたのがすごい嬉しかったですね。これはあのまあ買ったんですけどね買っていいんですかね、まあ虫プロの人に許可もらったんでいいと思いますけど
これは原画展に行った時に売ってたやつなんで、これ大丈夫です。先生の初期の三部作って呼ばれてるやつですね。こう、ロストワールドと来るべき世界、メトロポリス。漫画道で知ったんですけどね、これは僕もいつか手に入れたいと。中見れないですよ、こんな怖くて。怖くて見れないです。なんかピリピリってきそうで怖いです。これ買うのが目標でしたからね。ちなみに何度も恐縮なんですが、はい、おいくらぐらいでしょうか。これはそうですね、まあ、全部でですけど、全部で400万円でしたね。取っ払いで。取っ払いで。これも絶対手に入らないですよ。もう赤塚先生と、これね、多分 MO って書いてるんで、アビコ先生、アビコ元の MO だと思うんですけどね、アビコ先生だと思いますね。こちらをどこで手に入れられたんですか。マンダラケですねえ、漫画家がどんだけマンダラケ言ってるんだって話ですけどね。ちょっとこういうの、こういうの好きなんですね。僕のサインとかこの間1000円で売ってましたけどね。こうなりたいですね。せめてビニールに入れられるようなぐらいになりたいですね。これが仕事はですね、今アシスタントがいないんでこんな状態ですけど、連載中はこう、6人で、すごく忙しい時はここで助っ人の人来てもらってやりますね。もうみんな長いし、はっきり言って僕より上手いし、特に何か指示するほどのことでもないですね。もう任せた感じですね。皆さん長いんですか。長いですよ。もうベシャリはずっと最初からいる人ばっかりですね。だから短い人でも10年はいますね。長い方でも、長い人だと20年ぐらいいるんですかね。ロクデナスブルースからずっといますからね。これこの辺大体僕の作品なんですけど、まあ一応保存している感じなんですけどね。みんなに一応こうコミックスは渡してあるんで、自分で持ってるものからこう参考にしてもらってるんですけど、なぜかここから撮ったりね、撮ったらちゃんと並べるよ。こんななってたりしますからね。今ずっと見ててすごく整頓されたお部屋というか作業場だなと思ったんですけども、それはね、あなたたちが来るからです。ちゃんと並べましたよ、ちゃんと一生懸命。ベシャリ暮らしが連載終了した時に記念に編集部が作ってくれたトロフィーなんですよ。こんな感じ。昔はね、よくこう作画中とかも CD とか聞いてて、こんなに溜まったんですけど、最近はね、もう仕事中は CD ほとんど聞かないですね。ラジオばっかりですかね。テレビを基本あんまり見る時間ないんで、ラジオとかテレビの音声だけとか、そう、仕事しながらそういう情報を入れることにしてますね。だから CD 聞いててもあんまり情報にはなりませんからね。なるほど。これが僕の机です。ここで仕事してますね。これケンシロウですよ。これ僕がね、アシスタントの仕事をしてる時に一番褒められた背景なんですよ。この金月、あんま原先生に褒められないんですけどね、ガキの落書きじゃねえんだからって言われたことありますよ。原先生はとにかく細かいとこまで手を抜かない人でしたからね。僕もなんか、原先生はもう本当に絵が武器なんで、僕も何か自分の武器を身につけなきゃいけないと思って、とにかく表情にこだわろうと。だからここにね、前に鏡があるんですけどね、このいつも鏡で自分の顔を見ながらこう描いたりしてますね。これね、加湿器なんですけど、これが湿度計で、40% ぐらい下がってくると、ここからこう湿気を出すようにしてますね。今使ってるこのインクがですね、結構乾燥するとすぐ乾いちゃうんですよ。でインクが出なくなっちゃうんで、ここからこわっと手元だけこう湿らす感じでやってます。レタリングゾルっていうインクですね。ベタがすごい真っ黒に、炭のように真っ黒に塗れるインクで
耐水性があるんでこれでカラーもできますね。ペンはね、鉛筆はね必ずこれ折るんですよ。ここ、こうやってねこんな感じで折らないとなんか邪魔になってうまく描けないっていうか、ここのツボがね 眠気を覚ますツボなんですけども、ここに当ててねカチッてやるとねこう電気が来てたまにアシスタント仕事してると向こうからカチッと音が聞こえてくると思いますよこれも長いのちょっと先っぽ切ってあるんですけどね、 G ペン、これは結構昔からこれもう何十年も使ってるやつですね。もうボロボロですけど、同じやつが欲しかったんですけどもこれ製造してなくて、あと何番だったかがもう見えなくなってるんで買いようもないんですけどね枠線引くのとかは昔自分で書いてた時はロットリング使ってたんですけど、原先生のところでカブラペン使ってるんで、あこれでいいんだと思って僕も枠線とか集中線とかはこういう普通のカブラペン使ってますね、うん、細かいとこはこう丸ペンも使いますね色塗る筆は、まあ、たくさんあるけど、こうこの下のこう 赤くなってるやつ何なのかよくわかんないんですけど、これ僕使いやすいんですよ。こういうやつメーカーとか見たことないですけど、下の赤いやつ赤いやつと思って買ってますこれがね長さがちょうどいい、ちょうどいいし硬さもちょうどいいです。これは自分でこう撮影した背景とかの資料ですね。こうこれあのあれですね、ベシャリの中に出てきたラジオ局の資料ですね。これをコピー取って適当な大きさに合わせて、であの原稿用紙をこう透かしてちょうどいいとこに合わせて、でこれで書いてって言って渡します。これ新宿駅ですけどこう何気なく写ってる人とかでも結構書くときに参考になったりしますしね。これは人物の資料で僕自身をこう撮って、こう例えばこうこれとかこうカラオケを歌ってるシーンなんですけど、あ例えばこれとかこんな感じですね。もっと外書いてあるんですけどねこれ服の質感とかやっぱり違ったりするんで、こういろいろそれに合った服に似てる質感の服に着替えてこう写真撮ったりしてますね。こうあの素材によってこうシワの入り方も違うんで、20〜30枚ぐらい撮れますかね、うん、まあ、使わない写真がほとんどなんですけど、こう普通の立ちポーズとかでもこうズボンのシワであったり服のシワとかも結構重要なんで。阪神タイガースの田淵さんですね。ルーキーズは主人公側は阪神の選手の名前ばっかり使ってるんですけどね、なかなか田淵っていう名前使えなかったんですね。ちょっと好きすぎてどこで使っていいか分かんなくて、もう川藤のとこに田淵って付けなかった時点でもう田淵使えなかったですね、うん、僕の原稿なんですけど、あ見せるほどのもんじゃないですよカラー原稿ですね、大したことないですね。はい、これもこんな感じ。こんな感じ。懐かしい。これうちね、こう裏全部こうセロテープで留めてるんですけど、これ全部一コマ一コマバラバラなんですよ。こう背景が大変そうなコマからこうやってもらって、最後にこうセロテープでこうつないで、だいたいね1話で100ピースから120ピースくらいになるんですけどね、たまに一コマ紛失したりして誰が持ってんだって大概僕が持ってるんですけど背景結構時間かかるんで、もう本当に こんなコマとかでもどれくらい1日はかかりますからね。1日2日ぐらいかかったりすることもありますからね。こういうコマは先に背景を描いてから人物を入れるんですよ。背景の下書きまで描いてもらってから僕が人物をペンまで入れて、で次にあの向こうでペン入れしてもらうと。これ僕描いたのここまでですからね。あとアシスタント君が描いてくれてます。
よりうまいと僕よくあの絵がうまいとか言われますけど、ね、実は背景がうまいから人物がうまく見えるだけなんですよ。よく見たら全然大したことないですよ僕の絵は。よく見てください。こうよくねこう裏からこう透かしてみたりするとね、あのデッサン狂ってるのとかよく分かったりするんですよ。こう分かりますかね。いや 見ないでいいですけどね。あの海外版出るじゃないですか。海外版って反対開きになってるじゃないですか。反対開きで反対向けに裏返しに印刷したりするんですよね。それで初めて出た時にうわーこんな絵だったのかと思って、それで恥ずかしくって一生懸命裏から見ながら描いたりするようになりましたね。やっぱジャンプは少年誌の王者ですから、うん、持ってる作品はみんな王様ですからね、うん、それぐらい大変なことだと思います。僕があの漫画家になって一番後悔していることがですねありまして、こう漫画家になるためにこう漫画しか描いてこなかったと、うん、だから何も知らない知識とかがそういうのがないんですね。高校卒業してこのすぐこの世界に入っちゃったっていうね。だから漫画を描くにはいろんな本を読んだり映画を見たり、とにかくいろんな人と触れ合って全然自分の今までなかった価値観みたいなものにそういうの触れ合って、情報っていうのかな、そういうのを増やしてあの作品に説得力を持たせるようなね、自分自身もっとこう厚みのある人間にならないといけないと思うし、そのためにいろんなものを吸収してくださいと。だから漫画家になるために